お疲れちゃんそらです。今日ですね、こちら現在世界15位ですね、こちらのスイープ選手が使ってますエリジャイ・ディガーデッキをやっていこうと思います。さあ、このプレイヤーはね、今年の世界大会も出て多分世界トップ10ぐらいには入ってたんじゃないかなという、まあ上手いプレイヤーですね。もちろん上手いプレイヤーなんですけど、結構イカれたデッキをね使うプレイヤーとして有名でもあるので、まあ、そんなプレイヤーが使ってました。でさっきプロフエレキだと思うんですけども、なんかマジアチャ型もやってたので、まあなんかエレキよりはまあマジアチャの方がなんかね夢つかめそうっていうので、こちらねエレジャイディガー戦術を今日はねやっていきます。エレジャイディガー多分今までなかったと思うんですよね。なんかなんだロイジャイディガーとか、まあそれこそジャイディガーとか、まあ、ラバディガーなんちゃらディガーあるんですけど、多分エレジャイのディガーは今までに多分見たことがないですね。まあ世界上位でっていうのを考えると、はい、ということで、なんかエレジャイって結構なんかいろんな他のなんだろうなメインウェポンといいますか、バルーンとか、なんだろう、ホグとか、なんかいろんなのとね合体してるイメージがあるんですけど、まあディガーとまで一緒になっちゃいましたね。まあエレジャイで削れたらさラッキーで、エレジャイが通らなかったらてか、まあ多分基本的にそんな通らないと思うので、まあそこをこのねディガーとあとはマジアチャとその辺で削っていきたいよねっていうデッキですね。さあ来ました。ラバはどうだ、ラバは、まあ、ラバいい、これインドラ今使ったんだ、相手きついでしょ。お願い、嫌な雨だけなければ嬉しい。いいババすぎるな。さあでもスケキンのはみ出しソウルコールをやった方がいいですねこれで。まあババはこれマジアチャで回収して、ここに今ディガーが来ると思うので、ソロキング起動が理想かな。バルーンだったら、さあキング起動して、まあダメージ受けちゃうんですけど、このキング起動に価値があるので、まああとはババもいないんで、これ端前エルジャイしたら、あ、まあインドラが、インドラ来るかな。さあちょっと延命したい。マジアチャはねやっぱ価値高いんでね、これ、うん、いやー、そんなに許してくれる。あー、これはいいバルーンすぎるな。ちょっとまあ取りでもないので、まあでもエレジャイマジアチャこれ多分結構きついと思うんですよね相手。まあ嫌な雨持ってるんで、俺のこのマジアチャは何のためにいるのってなっちゃうんですけど、さあ延命してあげて、マジでマジアチャに世界かかってるぐらい。さあスケキンソウルコールしてあげて、これ強いかなマジ。さあさすがにここは延命してあげて、まあババが来るっすね、ラバフタとか。あーめちゃくちゃいいなー、そのこれ残るっすね、めちゃんこユニットが。さあまあでもインドラマジュちゃんマジュ頑張ってくれよ。さあまあヤナメガゴムレイン使うと使わない。さあ1200、まあさすがにエリジャイでいい気がすんなこれ。まあバルーンだけっすね僕の負け筋は。全力で溶かしに来るっすからね。で延命っすねこれ、何があってもこのマジアチャだけは。はい、さあディガーも使った、ミニペがうざい。さあエレジャイ最強、
マジアチャだけは、いやマジマジアチャだけは、あザップで行かれるけど、ザップ使いたいけどみたいな。さあマジアチャでもう最後の削りはマジアチャ。これ入ってる、あれあれあれやばい、これ入ってねえ、入ってねえけど、ガゴムネ強っマジ瞬間火力お化けなので、ちょっと危ない危ないマジアチャをしたことによって怪しくなりましたが、まあタイブレイクなんでさすがに。いやリコブで、おいサリガム入って、まあ、ちょっとだけよ怖かったですけど、まあ相性自体は絶対悪くないと思うので。さあエレジアイね、まあほぼねエレジアイは防衛に使ってましたけども、まあマジアシャスディーがあるんでね、それでいいやろっていう感じですね。エレジアイ通ればラッキー、困ったら防衛で。さあファイスピーっすね、ファイスピーもなんだかんだいるかな。またやってて柳雨も結局嫌だったので、ガゴムレがもう無能になっちゃうっすよね。刺さると強いんですけどね、ガゴムレも刺さると、刺さんなきゃもうなんでおるんっていうさ感じになる。さファイスピタルで待つは珍しいっすね。まあエレジャイかな、マチデッキファイスピタル、ファイスピタルゴルナイ、エレジャイアン、どこからどう見てもエレジャイアン。さあエレジャイ対決、まあ本当に別に受けてもいいんですけどね。さあ暇マジアチャしちゃった、俺の行き分かんないだろうから、絶対攻めてこないと思ったんですけど攻めてきたっす。さあ橋前エレジャイゴルナイ、まあ、まあ、タルム来たんで受けるか。さあまあエレジャイ対決はどうだろうな。タルババが意外と厄介ですね。ハイスピトルネでガゴムレ、タルでギャング。まあ、マジアチャっすね、結局。俺のデッキがエレジャイっていうのは、わかるのか、どうなの、まあ、ミニペが強いっすね、でも俺。大砲が嫌だけど、相手の。さあ、来る。これが強いやな。でここのファイスピを処理できたら熱いけどっていう、まあそんなすごい子見かんないな。あでもエレジアが残ってるぞ。おその大砲は、さあ流れがなんか来てるかもしれないですね。残りまだまだあるか。でまあ、スケキンは逆にとりあえず出しとけ中。え、これあれ処理できたの熱いですね。あでもマジアチャ、あとエレジェこれ左下許容できるっすね。おディガーがあとめっちゃ殴ってるっすね。さあここは落ち着いてケツでミニペがあるんでね、ミニペあれば守れるやろっていう。もうさディガーがもうほぼディガーみたいなとこあったぞ今。ディガーで一緒やってたらこれはだって突破できないんじゃないか、まあ、ライトニングが来るぐらいワンチャン。いやさすがに打っても。さあであとはガゴムレで前に取り直すからでディガーを裏でディガーでダメージを稼いでいくと。ちょっと怖いけどなこの
インドラ。さあ、まあミニペがマジで最強で、これ相手絶対呪文したいと思うので、そのタイミングに狙ってディガーも飛ばしてあげて、さあナイス。いや、これはまあディガーがめっちゃ頑張ってたな。まあ、LJ 通ればラッキー、通らなければマジでディガーデッキ、ナイス。まあもう完全にね、エレジャイが強いというよりかは、まあエレジャイも強いんですけどね。相手もエレジャイだったし、ディガーの強さが出てましたね。それこそね、迫撃とかで攻めて、コスト使わしてディガー刺す。まあなんでもっすけど、ジャイでプレッシャー与えてディガーで刺す。結局な、もうディガーっていうカードがこのゲーム上、最強すぎるんでね。さあ、遊戯アドレス、はい、ピアノで有名。元クラロア。プロよく当たんな最近。まあ俺これ待った方が絶対強いんでね、待った方が強いんで、まあ地獄っすね。前何使ってたかな、エリポンクロスとかかな、なんだろう。まあ待ってくんので、まあ待つか。まあ別に出してもいいっすけどね、今なんで。いってらっしゃい。さあマジやっちゃ、いやこれマジでワンチャンミラー、いやさすがにねえか。あ、でもあれ使ってたっすね、ジャイマジやっちゃディガー。え、ちょ待ってくれよ、ガチでミラーやん今の。だから早いよね、デッキを使いたいやつらなんだよね俺らが。もさあってことで完全に同じです。まあここのマジ打ちは美味しいな、なんかガゴムレを処理しに来たはずなのにガゴムレに処理されてんな、あのマジ打ちは。さあミラーはマジでめんどくさいな。もうこんなマジ打ちとディガーの使い方はゲーっすね。お互いマジ打ちが最強なんで、いかにマジアチエンメうまくした方が勝つかみたいな。はい、あれ相手なんかうめえな、もしかして。一旦同じことしよう。端前マジでやばいっすね。もう最強っすね。うわ新しい。これ残っとしマジ。相手のマジ打ちうまっ、分かったけど。さあ相手のうまかったんですが、まあこんなんも先に仕掛けた方が負けるみたいなとこあるんでね、ミラー対決って。絶対後々動いた方が有利なので、さあ勝ち、強そう。まあなんか一発の破壊力もあるしね、ちまちまマジアチャディガーでも削れるし、最悪エリジャイ出さなくてもまあなんとかはやっていけそうですけど、まあ出した方がまあ強いか、さすがに。おお、かつキング起動警戒してるけどキング起動するした方が強いんでね、マジで。やべえ。ミニペ。まあまあまあ、対一括、ミニペそんな使ったとこないんでね。
マジの暇すぎる理由は。ハッシュマイプリン安っすよね。強すぎて。まあ、高めプリンも嫌なんですけど。まあ、キング起動の恩恵もあり、まあ、テスラで行かれるかな。ゴリラ許容。ゴリラすぎたかな。まあ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 。こっからね。エレジャイ刺すか、ガゴムレ刺すか、マジアジ刺すか、何刺そうかなっていう感じっすよね、マジ。ガゴムレ、まあロケ打ってきそうなんですよね。あ、これ結構熱いな。バルキリーいたか。バルキリー強っ。さあ、まあガゴムで刺さると美味しいんだけど、刺さんないっすね。あ、うまい。それいや、マジめっちゃ熱いぞこれ。プリンないだけで。まあバルキリー最強か結局。マジマジ打ち消してるだけ。いやー、マジできついきついきつい。マジアチャウッド2周で死なないようになんねえかな。あーやばい。なーい。おい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 。いやー、相手の最後のゴブリンバレル、ギャングギャング持ってないですね。持っちゃったな。さあ、枯渇にはマジアチャで3000削ります。学び、さあよろしく。さあ、この方もマジアチャ使ってた気がすんな。マジアチャーウォールブレイカーボムの、あー違うっすね。アイスピカーだろ。デリバリー、あ、着色服か。さあ、なんだこれ。さあ、デリバリーロケットか。あれかな、ゴブドリの
ゴブドリアチャクイのやつかな。ああ、そうっすね。まあ、これ結構渋いな。大砲アチャクイの。あ、でも言うてか。まあ、ドリルっすね。大砲なんかめっちゃ高いっすね。次、まあ、高め大砲来るかもぐらいで、あれっすね。あの、マジオチャかなんかギャンクなんかで壊していきたいですね。サスケ金で拾えるので、まあロケ削りっすね。僕の負け筋はアチャピ。さ、天才すぎる読みが、だがしかし回転が早すぎる。一発、にゃー、一発欲しい。さあどうする。これエレジェン左下に出すと、まあ間違いなくロケッティーナ来ちゃうんで、さあ拾え拾え。まあケツエレジェンいいから、まあなんか流れ変えれるといいなーって感じですよね、僕は。うん、まあマジアチかな、デリウッド強いけど。いやー、いいっすけ。いやー、でもいいよ。だいぶ追いついてきた。このディガーやばいっすね。エリシェが竹取ってる間のディガーが、7、800ぐらい削ってる。これは着衣でやられるんでいかないです。さあ、同じ。いや、ガゴムラ結構いい。いや、マジアチも残ってる。さ、ディガーも、これはさすがに追撃ヤング行っていいやろ。デリが間に合うか。おい、さあ追撃ヤング決まっていく。いや、いいね、このマジアチは結構いい味出すっすね。結局ね、相手がデリウッドとかあっても、マジアチとガゴムラとギャングといると、やっぱどっかが生きてくるんでね。さ、そこを刺してナイス勝利。さあ、というわけで LJD が皆さんもやってみてください。よければチャンネル登録もお願いします。ではお疲れ様でした。